どうも、はじめましての方ははじめまして、ドラちゃん17歳女子高生です。おお、曲がりがちょっと難しいぞ。プレステ1をね、最近購入したので、プレステ1のゲームだから、プレステ1で動くはずと思ってね。この度また、再スタートという感じでいきたいと思います。もう完璧に内容忘れました。左が聞こえた。こっちか。まあ、プレステ、1、本体、中古で買ったんですけど。まあ、買ったんですけど、あのコントローラーもね、ついてきたんですよね。で、そのコントローラーが死んでました。1980円。で、コントローラー、まあ、連射パッドみたいだったんですけど、死んでた。スタートボタンとセレクトボタンが死んでた。びっくりしましたね。まあ、プレステ2のコントローラーね、でもちゃんと動くことが今、今プレステ2のコントローラーでやってるんで、ちゃんと動く。びっくりするです。で、たまにメモリーカードを読み込まないときがある。メモリーカードの1番と2番があって、1番がもう壊れてる。2番しかメモリースロットは、2番しかちゃんと認識してくれない。びっくりした。壊れた車椅子だ。なぜこんなところに知るか。ああ。おい、おい。これは。これこ。ダッシュ?ダッシュするまでちょっと。癖があるな。いてててて。赤い。カメラ、もうちょっとカメラ固定してくれ。なんかうるせえな。What is this? What's going on here? うん。あ、ちょっと待って、なんかおるっつーの。バカ野郎。なんだ。なんかリッカーみたいな。ハンターか。ハンターみたいなやついる。あ、ちょっと待って。死ぬ。あ、死ぬ。やめろ。バカ野郎。引っかかってる。すっげえ引っかかってる。バカ野郎。おお。こっちに逃げる。ダッシュ。逃げればいいのかな。あ、うわ、カメラ固定しろ。ジュゲーム、荒ぶってる。すっげえジュゲーム。あれ?塞がっている。マジかよ。死んだ。クイックターンしようと思ったらバックステップだったよ。あれ、クイックターンがない。バイオハザードと同じ操作と思ってた。同じ操作とね、覚えてた。バラ脱げ。Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. すげえポリゴンがプルプルしてるな。I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself.Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all.
all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. あ、操作ができるということで、さ、娘を探すのか。観光に来たから、あ、観光に来て娘いなくなったから娘を探そう、そういう物語ですね。赤いのなんだこれ。あ、何も聞こえない。ここなんかあるぞ。ちょ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 。ん？ん？あ。ふん。こっちにもなんかあるな。エロ本だ。あ、ライトかこれ。栄養剤ってことは回復かな。マップでね。あ、三角マップ。あ、これが、セーブしようか。ん？あ、もう終わってたのか。出ます。ああ、思い出した、思い出した。What's that? この、なんかギリギリ、このラジオのこの音が、なんか敵が、近くに敵がいるってことだったかな？やばくね？やばいやばいやばい。ちょっと待って。ふい。This is not a dream. What's happening to this place? そうそうか。構えながらこれ歩けるのか。びっくりした。で、このラジオ回収できないかな。お、オッケー。じゃあ出ましょう。で、ラジオのオンオフ、電源とか。はい。どこ行ったんだ？探してみるか。あの路地をもう一度。その場所を。ちゃん。どこ？そこ？了解だ。出て右、左、左だよね。出て。あ、よかった。ちゃんと自分の現在地が表示されてるね。耳すっげえかい。オン、オフ。ふん、左だな。本当に左か、右じゃなかったか。うん、右。まあ最初動画実況やった時は攻略サイトを左手にね表示して。やっていたんですけど、今回はそういうことせずに、本当に初見を楽しみたいと思います。左、右から聞こえるな。もう無視。で、あ。
もうこれ左左これこれこれ、あ、もうここか。さあさあ、ん？ん？ん？近いね。うわ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 、これかわしらす。おい、走れなくなるとかあるのかな、走りすぎて。今からやってみよう。ここのカメラワークがね、ちょっと難しいですよね。カメラワークっていうか、カメラが固定じゃないから難しい。ちょっと待って、ちょっと待って、ここに扉、気のせいか。ほっ、よっよっ。主人公の名前なんだったっけ？イーサン、なんだっけ？もう忘れた、これ。とりあえず、決めとこう。イーサン。イーサン本堂でいいや。あ、これ。スケッチブックの表紙だ。この絵は、私がモテるだ。5歳の誕生日にもらった、このスケッチブックにシェリルが最初に描いた絵だ。うん、お鉄パイプって最強武器じゃなかったっけ？はい。やっぱ銃が、あれ？いけない。いけないだと？あ、細かな、書いてないな。新聞みたいなやつは？学校へ。Isn't this Cheryl's sketchbook? これはシェリルのすか。She's at the school. うん。遠いな。行ってみましょうかね。ウィーンと。よいしょ。この R にあいってなんだ、コントローラー固定し、なんか で、ワンワンがいるから気をつけろ。で、これを左、まっすぐ、左左、まっすぐ、左。 OKOK、 いってー、飛んでるやつはちょっと食いってしないといけないな。では、くちょこっちこい。左でしょ？曲がり角が分かるようにこっちに、ここを歩こう。ここまっすぐね。なんか FF13 に出てきた死骸みたいなやつね。足早い、こいつ殺す。マジ殺す。こっちこい。どこ行った？あれ？道がなかった。ふっ。ほっ。ほっ。あの飛んでるやつ厄介だな。ジグザグ走行。ジグザグ、ジグザグ走行。ほっ。やべえ、ワンワン来た。まだまっすぐだな。この右、ここは、あ、ここまだ、まだまだ、まだまだ。この障害物が若干多いところを行く。敵が引っかかってくれるかもしんね。またか、またか、またか、すっげえまたか。この紙なんか怪しいな。うん。リビン、犬小屋か。この辺の犬小屋たくさんありますからね。あ、今いるあたりの犬小屋に何かあると。え、またか。どうしよう、学校行こうかな。ああ、ああ、すっげえこっちの犬小屋気になる。犬小屋にロケットランチャーがとか、やっぱ学校行こう。学校へ行こう。
右と左から聞こえるね。気をつけよう。あ、ここ絶壁。マップにちゃんと、いけない。じゃあ、なんか前もなんかこんなことした気がするな。全く覚えてないけど、気がするだけで。こう、右ね。まあ、逆にこう、ね、道が行けないっていうことのバッテンがついた方が、今後の、ランニングに、ね、影響しますからね。ここ違くね。うん、ここ違うわ。多分こう、霧が濃いのは、プレステの読み込みを軽くするためだと思います。行けないところ多いな。もう、ここまっすぐ行って、右行って、行かないと、いてててて。タン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 と。うまうま。あれ？ちょっと、今マップの出し方忘れた。ここじゃねえな。あいつはちょっとこいつは厄介だな。体力確認。これはコーションってこと？なんかコントローラーがブルブルいってる。おい、ちょっとここもかよ。じゃあこれいけないじゃん。どうやっていくの？どっかの家を通るんじゃなかったかな。じゃあちょっと戻って左。さっきのなんか鳥がなんかいたところに行ってみようか。こいつがね、こいつがいたところに行ってみよう。あれ？うお、二人になってる。やべ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 。すげえやべ。すげえ飛んでる猛暑がマジ死骸だもん。何もない、何もない。何もない。くる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 。くるくる。何もない、何もない。弾だけあったね。じゃあ戻りつつ、何か探そう。なんか建物の中を通った気がするんですよね。まあ適当にマップも開きながらね。で、この先にある建物をちょっと調べてみよう。おっと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 。この辺が入れないかな？ん？ん？あ、もうちょい先だった。やべ。ここか。うわ、音がでかくなってきた。やべ、ワンワン。なんで今止まった？なんかある。うおっ。うおっ。うおっ。この野郎、死ぬわけにはいかん。はあ。ほっ。あれ、ダッシュできねえ。なんかこの、なんか、オブジェクトが。いけないな。どうひまひょ。素直に犬小屋って行ってみるか。学校を諦めて犬小屋に行ってみよう。あれ？変に記憶があるとね、こうなっちゃいますよね。十字キーの方やりやすいかな。いや、スティック。いや、スティックはやりにくいな。十字キーがやりやすい。このなんか十字キーすっげえ硬いんだよな。マップ！右左忘れた。
右だな。犬小屋を探そう。なんかフェンスとかあって入れそうなとこあるかもしんないからな。なんか、ちょっと待って。敵がいないから。あー、なんか、走るスピードが遅くなった気がするからね。回復しよう。すっげえ歯入ってる。うわ、ちょっと待って、これ。危なかったんじゃない、これ。シェリルの字でね。なるほどね。あ、R2 でキャラクターが向いてる方向にカメラを映すと。じゃあ。すっげえ、ね、コントローラーがブルブルいってるんですよ。ほら、こっちに行ってみようかな。とりあえず犬小屋を探そう。なんか階段から落ちた時でもダメージ受けるらしいですね。こう適当に走りながら、なんか、じっくり見てる余裕はない。もう終わるな。マジで XBOX のコントローラー触った後だとすっげえなんかプレステのコントローラーちっちゃいやつな。握りにくいというかな。あ、ここ絶壁。犬小屋がないですね。戦おうか。ほらほら、いた。やっべ、これ発射までちょっと時間かかるぞ、これ。あ、犬小屋あった。民家の鍵、調べよう。民家の鍵、え、どうせこの辺の家の鍵か。あ、よかったね。フリーズ。マジよかったわ。うん、建物ってこれのことだったのか、俺の記憶は。すっげ、なんかフローリングが歪んでるな。うん、あ、セーブがある。弾がある。あ、ここは安全地帯なのかな、セーブがあるということは。じゃあアイテム回収してセーブしよう。一度やってるとはいえ、全く覚えてないな。なんか、ここにあるの。拾えないの？お皿か。俺、昼飯食ってねえからな。食わない、もう食べなくていいか。なんだこれ。ありがとうございます。あ。回復した方がいいかな。それか。あの、犬が3匹いて救急キットのでっかいやつが落ちてるところで俺頑張ったのがすっげー、なんか余計だった気がするね。いや、ここにあるだろう。
あ、上書きしちゃった。しまったな。上書きした、これ。上書きしたな。しかも何回もセーブできる。バイオハザードと違う。あ、待って。壁に貼られた地図に何か書いてある。書いている。手持ちの地図に書き写した。キーズ・フォー・エトリピシュっていうところになんかキーがあると。エトリピシュって言う。え？え？あそこに鍵が。はははは。取ってこいと。3つも鍵があるっていうことはすっげえ用心深い家主だったんですね。じゃあマップ。間違えた。これ右に行けんのか、これ。右に。これズームができる。これカフェから、こっちに来て、こっちに来て、なんかこっちに来て、こっちに、あーって言ってる。あ、これ丸書いてあるじゃん。じゃあここに行ってみようか。でもこれ楽器でしょ？これこっちに行けんのかな？こっちに行って、またこっちに出てきて、この辺を調べるとか。もう一回あのマップを見てみよう。うん。行ってみよっか。セーブしたし。ね。とりあえずカフェを目指そう。で、犬を殺したのはそう、どうでもいいことだったんですね。なんか走り方がおかしいぞ。左手がおかしいぞ、これ。お。本当にこっち？この神回避どうよ。あ、ちょっと待って。先にこっちに、あ、どうしようかな。まっすぐ行くよりもこっちに行ってみようかな。こっちの、あ、こっちじゃない、こっちじゃない、なんか危ない気がする。ほ。よし。一応初めて来ることになるのかな、ここは。この通路は危ねえ。いやーん、来んな。もう体力ないんだぞ。さっき回復したけど。もうちょいだよ。この辺じゃない？うん、この辺。鍵が3つ。でも崖っぷち。崖っぷちですよ。殺すか、もう。いや、待て。あった。これやっぱ向こうから回んないとダメか。よっしゃ。あん！なんか曲がってしまったけどいいの？これ。あ、でもなんか。外に見えたからな。こっ、シュー！あ、
ぐるぐる回ればこう大丈夫なんだな。まっすぐ走ったら食らうけど、こうなんか回転してれば大丈夫。円の動きだ。ひょー、ほら極めたぜ、これ。ふっ。うん。シュー。ほら。本当にこっちに行けるのかな。すっげえ敵が多いぞ。あ、ガチ。ガチじゃない、崖。あれ、おかしいの。え、どうやって行けばいいのかな。ちょっとこのバッテンのこのあたりに鍵が見えたんですよね。この赤いところ行ってみるか。その赤いところが何もなかったら、今回はちょっと、時間もいいところなんでね。プレイステーションの具合も気になるので、もう終わりにしたいと思います。あ、そっか。一応S 端子の画質なんで、一本が、一本のね、動画の時間が50分とか、1時間とか、できますね。入れた。木こりの鍵、木こりの鍵ね。痛いわね。あれ、え、あれ、この鍵、なんか、うん、なんか来たね、来たねって。左右をね、確認しつつ。でも敵がいたら敵に集中。こういう穴が気になるな。はい、何もなーい。穴っていうか隙間か。隙間でもないな。え？氷の鍵を手に入れた。ここ何もない。ほっ、シュッ。やっぱないですね。ないっていうか、わからんな。ここは危ないところだった。危ない、危ない。木こり。このカフェの下のここ行ってみようか。文字が書いてあるってことは、入れるのかな？いや、待て。また、俺、6と、数字を読み間違えたな。見間違えっていうのはやっぱ、なんかね、機械的な数字だと結構読み間違いが多いんですよ。私。なんか栄養剤だから。ちょっと敵の、
入り口はどこかへ？扉。でもここで鍵入手したもんね。ちょうどこのコマ、この辺でね。フェンスのところでね。ここで入手しましたね。この辺で使えたら受けるぞ。まあちょっと分からなくなったということで、まあ時間もいいところなんで、この辺でカフェまで戻って終わりましょうかね。まあ敵の回避方法が大体分かったっていうのがでかいですからね。こう文字が潰れてんだよな。サイレントヒルっていう街なの？ここ。まあセーブしに行こうか。あ、カフェの横に、カフェの横のベンチにこんなものが落ちてますね。セーブセーブ。はい、じゃあ見てくれた方はありがとうございました。ドラちゃん17歳女子高生でした。バイバイ。間違った。じゃあ終わります。さよなら。さよなら。